さあゆくんだパンソン感を上げて新しい季節に心を洗おう古い夢は置いてゆくかわいい再び始まるドラマのためにあの人はもう思い出だけど君だと僕で見つめてる The Galaxy Express 3だったけのマジュニー End of the journey Journey to the sun で昨日は初のカメラを持っての、バードウォッチング野鳥撮影ということでやってみたんですけどね、一番気になったのはファインダーの見栄がね、思ったより悪いっていうかね、なんか、最初はまあ構えてみて、エナガの子、エナガと塔の混群、シジュウカラとか、コゲラあたりが混ざってましたけど、もう撮ってる時に、最初見た時にちょっと違和感があったのね。で、それはまあ初めてやることだから、今まで双眼鏡で見てたのとだいぶ違うのは当たり前なんだけど、なんか違うなと思ってたんですよ。で、そのまま歩いて行って、カーブを撮ってる時に思ったほど綺麗に撮れないんで、ちょっとつって双眼鏡、奥さんの双眼鏡を借りた時に、すっごい見栄がいいの。本当に3000円ぐらいで一番安い双眼鏡、8倍のやつですけどね。まあ、それなりにちゃんとは作ってあるんですよ。一番安い双眼鏡ですんごい見栄がいいもんだから、あ、全然違うわと思ってさ、倍率で8倍だからさ、でその時撮ってたのが多分ね1200ミリぐらいで撮ってるから構うね、確かそうだよね。だから、まあ、倍率みたいな言い方するのは48倍なのかな。で撮ってたのが8倍の双眼鏡借りてみたらすっげえ見えるから、あれと思ってびっくりしちゃったっていうのがありましたよね。だからまあいくつか要因というか原因みたいなのあるんでしょうけど、まあ一つにはまあこのクラスのカメラだとファインダー EVF の性能がそんなに良くないっていうことはあるんでしょうね。だから目の前にいる鳥を見たいっていうのが先にあるでしょう。写真撮りたいってこともあるけど、今までバードウォッチングずっとしてきたから、そこに何がいるのか見たいと思った時にそんなにこうはっきり見えないっていう感じがちょっともどかしかったですね。だから一眼レフ、光学式のねファインダーとか、まあ高性能なミラーレスなんかでどういうEVF でどういう見え方がするのかなっていうのはちょっと気になった点ではあるんですけど、まあそんなに気にしなければ気にならないくらいのことなんでね、写真自体はまあ撮ればいいのかなとは思いますけど、でもう一点すごく気になったのがね、思ったよりフレーム入るぞっていうのがね、元々8倍の双眼鏡ですらね、ちょっと10メートルぐらいの取り入れるのにね、入んねえ入んねえ、どこにいんだどこにいんだみたいな結構あるんですよ。結構そう8倍の双眼鏡ですら入んないことがまあまああるんだけど、カメラ構えてね、思ったより入るんだよね。エナガなんかちょこ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 動くんですけど、思ったよりは入るし、まあ撮るだけは撮れたんですよね。ピントがあんまり昨日合わなかったですけど、まあブレちゃったりとか被写体ぐらい、あるいは手ブレみたいなのもあったと思うんですけど、思ったよりは枠には入ってるの、フレーミングってこと。昨日見た撮りはほとんど撮るだけは撮れたんじゃないですかね。ツバメ以外、あれツバメは飛んでるツバメはね、さすがにね一度も入れられませんでしたけど、それ以外ほぼなんか、飛んでる時、まあ飛んでる鳥なんかまあ難しいとしてもね、目に見えたらほとんど入ったんで撮れたんでね、写真的には一応ね。だから思ったよりは何十倍とか言っても、まあもちろん倍率っていうかその焦点距離は変えますけどね、ズームさせますけど、戻したりズームしたりしますけど、ね、しながらですけど、まあでもはちゃんと入るんだなと思って、そこを思ったほど苦労しないんでちょっとびっくりしたかなっていう感じではありました。まあただ撮ってみてやっぱり遠い距離のある被写体の場合はもうやっぱり人に見せるような
あのかっちりした写真は撮れ絶対撮れないですね、距離があったらね。 あくまで確認用の何がいる何がいるくらいの感じでしか、まあ、写真にはならないし、これはどんな多分どんなカメラ使っても無理は無理だと思うんで、あの距離あった場合はね、三脚使ってガッツリ置いてって言ったって、それはもうトンネル撮りだから、まあ、いちいちそこまでやってらんないみたいなことは実際にはあるんでね、現実的にはあんまり距離のある撮りはそんなにねきっちりとした写真は撮れないんで、どれだけ近くで撮れるかっていうのがやっぱり勝負なのかなということはすごく思いましたね。